かった、うん、理科より面白い。やった最後結構面白かったからね、うん、あ、理科面白いですよね。いやね、理科だった。次いくで、はい、自信のあるプレーはビルドアップです。せやな、ビルドアップめちゃめちゃうまいもんな。うん、なんか、いや、そういうキックとかがあんまうまくない分、そこでって感じです、自分は。え、どうやって身についたん？もうさ、アイナック来た頃にはうまかったやん、しおり。全然、全然。でも、アカデミーの時とかも、そういう、すごい細かくつなぐ、メニーナとかだったり、そういう感じのスタイルではなかったんですよ。うん、けど、本当に線も細かったし、じゃあ、すごい大きく、サイドチェンジとか、キックで展開できるかって言われたら、そういうプレイヤーじゃなかったので、まあなんか細かく考えることはやってました。やっぱそうやんな、自分のこのなんていうの、うん、弱点っていうか、そういうのを補うためにさ考えて生き残る術だね、はい、絶対そう。これめっちゃ大事じゃない。うん、大事。次いきます、うん、はい、次も気になる。プレイする上で一番心がけてること。正直ミスをしないチャレンジし続けるっていうのも持ってはいるんですけど、ポジション柄ミスしないが前提で、その上でチャレンジ続けるっていうのはいつも心がけてるんで、まあ、どんな判断で積極性的に行ったけどっていうなっちゃうのが嫌だったんで、まずなんか一番最初に考えるのはミスしないからでしたね。今もずっと。はい、だってもう3バックの真ん中やったらさ、ほんまにミスできへんだよ。はい、なんかもうすぐ直結しちゃうし、中途半端なこともできないんで、結構そこは考えちゃいます今は。確かに。次、影響を受けた指導者は。結構その指導者いるんですよね、いっぱい。影響受けやすいのか分かんないですけど、誰でも何人でも。まずは高校生の時の日渡郡さんって言って、男子の日本代表の通訳だった方がいるんですけど、誰の監督だったんだよ、フランス語喋れるって感じ。トルシェ。いや、そんな、もうちょい最近です。ああで、まあいて、その監督に初めてアイナックを特別指定で選ぶときに、ここ行ってこいみたいな感じで言ってもらったのがきっかけで今入れてるので、まあそれが一つと、まあ松田さんと星川さんは本当にサッカーに対する考え方とか根本から叩き直されたっていう感じの指導者です。間違いない。次、対戦するのが楽しみな他のチームの選手は。マスヤリタですかね。おー、やっぱ、うん、ずっとやってきてて一番自分の中で信頼してたし上手だなって思う選手が初めて去年移籍して、そこで怪我してたのであんまりプレーできなかったんですけど、やっぱりこの前試合した時にやっぱ違うなって思って、これが、まあ、本調子だったりフルで出てきた時はどうなるんだろうなみたいな楽しみはありました。おー、これからまた楽しみやん。はい、ちなみに両思いです。あ、本当ですか。素晴らしい。いや、理科絶対あれですよ、適当ですよそこら辺は。あんまマッチアップ しないと思いますもん。あ、でもアイナックのあのヤマタンとかドコマヨさんとかもうそのメンバーって言ってたね。そうしよりも、うん、アイナック、うん、よりも、うん、次いきます、はい、試合前日の過ごし方は。試合前日は絶対に家でゆっくりしたいので予定入れないでお風呂長めに入ってます。1時間ぐらい入る。お風呂結構好きなんで、まあ入りすぎも良くないとか言われるんですけど、自分は結構入っちゃいますね。もしかしてサウナ。あ、サウナ最近めっちゃ好きです。でも、うん、あんま整ったとかあんま分かんないです。あー、分かる分かる、分からへんよな。はい、うん、だってガンさんなサウナやねんけどな。あ、はい、整ったっていう感覚もうなんかって言ってたもんやばない。やっぱ全然違いますね、好きな人は、うん、そうだからさ感覚とか分からへんやん。全然分かんないです。なんか自分が水風呂に入るため、水風呂に気持ちよく入るために必要なのがサウナなだけで、うんうん、それがなんか手っ取り早くできるからサウナが結構汗かくし好きだったんですけど、なんか整ったとか全然分かんないです自分。それ いろんな施設あるから行ってほしい。こだわってたら本当に整うって分かるから。え、にゃんこも分かる。分かるよ、体がなんか空に浮いてるような感じって言うじゃん。いや、もうそれは施設をしっかりあれやな。なるほど。次は、今までチームメイトになって衝撃を受けた選手は。ヒソヨン選手。どういうとこが。初めて会った時にもうどんなボールでも失わないし、
なんか全部店員も決めちゃうし、アシストもしちゃって、あ、この人がやるチームってだから全部勝てるんだろうなって思っちゃうぐらい、しかもなんか自分のビルドアップがすごく上手くなったかのような錯覚を思わせてくれる選手っていう。間違いない、本当すごいよね。なんか一人だけ男子選手みたいじゃない。だし、なんかオフの時とかはすごい怖くないっていうか、なんかすごい全部が楽しそうっていう、うん、ほんまに世界ナンバーワンの選手だと思う、思います。なんか他の人はあんま分かんないんですけど、うん、世界ナンバーワンだと思います。だってしおりもさ、ほら国際試合をめっちゃいっぱい経験してるわけやん、うん、はい。それでもさ、チソヨンって思うやろ。はい、もう印象がすごい強いし、やっぱ一人だけ世界違うって感じがします。ほんま。じゃあ次、はい、アイナックのここはどこにも負けない、どこ、個性の強さ、良くも悪くも。はい、9年とか10年とかいますけど、どの時も絶対なんか自分持ってる選手が多いっていうか、チームワークがないわけじゃないんですけど、本当になんか個が強くて、いい時はまあぶつかり合えるし、なんかいい方に進むけど、悪くなった時とかに、じゃあ何に合わせるのってなった時に、やっぱり監督だったり、そういう絶対的な人がいる時とかはまとまりやすいですけど、一回ちょっと乱れちゃったら難しいって思う時もあるけど、結局個で解決しちゃうみたいな、そんなチームだと思う。すごい、確かにしおり分析力高くない？え、そうなんですか、うん、でもそれのキャプテン大変そうじゃない？でもその中でも多分個は多分強くない方なんで、自分はだから大変だけど、まあ、ちょっとこれから楽しみだなってとこはあります。次いきます。はい、ウィーリーグですごいと思う選手は？安藤梢さん。すごい、アンさんもう何人目よ。うん、すごいわ。はい、どうぞ。いや、もう正直ボランチっていうポジションの選手じゃないとは最初思ってて、私、まあ、年齢的にもシーズン通してフルとかも勝手なところで思っちゃったところはあったんですけど、それでもその正直一番コンディションがいいんじゃないかってぐらい動けてるし、まあ、自分らも点決められて、で毎試合大事なところで点決めて、でベストイレブンになっちゃうっていう、もうなんかすごいの一言です。すごいよな。今後も絶対安藤さんしか出てこないと思う。アンチさんだけやろ。いやマジで、こんなにみんな出てるんですか。うん、もうアンチさんすごいね。うん、だからもう嬉しい。自分ももっと長くできるんちゃうかって錯覚してしまう。あ、でも確かになんかそういう福さんとか金賀さんとか、そうそう、まあそういうベテランの選手とかもウィーで戦ってる姿見たら幅広がるなって思います、うん、なんかずっと頑張れる、頑張れるっていうか、でもあんだけやらないと生き残れないっていう厳しさ伝わるっていう、うん、はい、じゃあ次、ウィーリーグに今後期待することは？やっぱり知名度アップですかね。あんまり知られてはないと思うし、正直お客さんが増えたかって言われてもそうじゃないので、期待してますし、自分たちからも何かしていかないと全く状況変わんないので、自分たちがやんなきゃいけないなっていうことのが多いですね、期待っていうより。え、じゃあどんなことすればもっとさ知名度とか上がると思う？今だったら本当に単純かもしれないですけど、 SNS うまく使うのは一つの手ですし、まあ、自分が本当にお手本としてるのはアスだったり、ナホさんがアイナックにいた時の、まあ、ファンサービスとかの対応、本当にそういうトップの選手がファンを大事にする姿を見て、まあ、今は機会があんまないですけど、そういう気持ちを持ってる選手っていうのがやっぱり昔いた選手だけになってるのかなって思うんで、そういうのはやっぱ大事にしていきたいなっていうのはあります。すごい、しおり、もう声を大にして言おう、それを。うん。めちゃくちゃ大事やで、ファンの人を大事にするって。あ、はい。広げるのもそうですし、今本当に知ってくれてる人とか応援してくれてる人を大事にするっていうのも大事かなとは思ってます。絶対そう。じゃあ、Wリーグの質問ラストです。はい。Wリーグは10年後どうなってると思う？まあ、厳しい話で言うと、今のままだったら大した進化っていうのはないんじゃないかなって思ってて、でもじゃあ代表 の、 そのワールドカップだったりで自分たちが本当に危機感を感じてやってるんだったら、レベル的には本当に女子の中でも結構トップのリーグのレベルになる選手とは揃ってると思うんで、本当にみんな危機感持ってやっていけば10年後とかにはすごい世界からも選手が来るようなリーグになってるんじゃないかなっていうふうに思います。楽しみ。
もちろん10年後もさ、WE リーグでやってるやんな。頑張ります。WE リーグじゃなくてほら他の国でやってるかもしれんし。あ、確かに、まあ、サッカーやってることを願います。いいね。じゃあサッカーモードこれで終わったから、次からプライベート編行きたいから、さっきのあれオリジナルな感じでテイストチェンジお願いします。あ、はい、テイストチェンジ